本と釈迦蓬莱の大言の作新寺木蓮が昭和南道新東紀の初来正門第三末法院の大道新の日蓮大菩薩御世御法の天神地来東道場知見昭蘭御法御の一大いの楽はその見舞いにおいて本日法皆様さまざまな思いが今頭によぎってらっしゃるんでしょうね。そうですね、一番大変だった時のことを思い出される方もあろうし、はい、あるいは一番楽しかった時を思い出される方もあろうし、とにかく仕事場では毅然とした歌い手さんでしたね、はい、まさに本物のプロということですね、はい。北島さんはね、国際劇場の舞台でひばりさんと同じ板の上に立てたのが自分の励みだというふうにおっしゃってました、はい、山城慎吾さんと松方弘樹さん、はい、こちらは映画スターの方ですね。そうですね、ひばりさんが33年以降東映の専属で映画は全部東映だった時代に山城さんはね、とんと相手役を務めた記憶はない。あ、そうですか。その他大勢の端役で周りをうろうろしているだけ、うん、ところがなぜかお嬢は私を飲みに行ったりとか自宅へとかよく呼んでくれて、もう晩年は私はちょっとした相談相手であったように思うというふうに慎吾さん語ってますね。そうですか。松方弘樹さんは金之助さんとひばりさんがもし結婚していたら、はい、日本一のいいスター同士の幸せなカップルになっていたと思うんだから、お互いにその私生活の面でも違う形の結婚を体験したけれども、はい、私の独断だけれども、あの二人がもし一緒になってたら全てに理想的な夫婦だったろうにというのをひばりさんが亡くなってからもまだ今でもそう思ってますか。さん言ってますね、まあ、残念ですがその淀津屋さんもね、お亡くなりになって国民栄誉賞も受賞のためにいらっしゃったということで、まあ、いい意味での友情というものは、はい、友人代表としてね、はい、あの時の金之助さんの胸に去来したものは、私どもの想像できない部分がたくさんあろうと思いますね。そのよろずやさんも病気を克服してまた復帰されたわけですからね。でひばりさんの記念公演の時にね、堂々たるみんな贅沢な相手役はありませんよ、特別出演よろずやさんでしたからね。そういう意味ではひばりさんの舞台というのはいつもいつもトップの人たちが、はい、トップの芸を見せてくれる場でありましたね。はい、都はるみさんです。はるみさんですね。今度のことでひばりさんを失ったということから引退しているはるみさんに、うん、もう一度同じコロンビアなんだから、はい、ぜひまた現場で復帰して歌ってほしいという声がね、僕ひばりファンからも上がってきたりするようになるんじゃないかと思うんですね、もったいないですもんね。もったいないですしね、まあそれぞれ個人の事情というものがありますよが、はい、もしかすると僕はひばりファンの中からはるみさん、カムバックしてという声が上がってくるような気がしますね、はい、本当に同じレコード会社ということで可愛がってらした後輩の一人ですね。さあ芽衣子さんと神津義行さんのご夫妻はもう何も申し上げることがないくらいですが、お二人もやはり作品を通じてひばりさんとの出会いが始まってるんですね、はい、昭和39年の7月に出たレコードで芽衣子さんの詩、神津さんの作曲で紙というタイトルと小さなクラブという2曲が始まりなんですね。その後さよならの向こうに京竹灯の咲く頃、いい子だから、島の夕顔、喜びの日の涙、こういった作品を通じてひばりさんと芽衣子さんが個人的にそれこそひ
ばりさんが頼っていったという部分がきっとあったようにも思いますね。めいこさんって僕と同い年なんですよ。はい、本当にお小さい頃からめいこさんご自身も活躍してらしたわけですからね。お父様の教育方針で、学校へ行くよりもいわゆるなんて言うんです、家庭内での天才教育というんですか、そういう形で小さい頃を過ごされて、子役の時代からの方ですから、おそらくひばりさんとの接点も多かったですよね。あ、はい、泉さんですね。はい、辛いだろうな。かつて千恵美さんを送った時に、はい、ひばりさんと二人で私たちのりの分までたくさん歌おうね、うん、で今度ひばりさんのインタビューを受けてる時の雪村さんが、千恵美ちゃんがいなくって、でまた今度お嬢がいなくなって、もう一番スターとしては小粒だった私が最後に残ってしまって、ただ悔しい悔しいという涙涙のインタビューでしたが、一番辛い立場がお友達の中ではこの泉さんではなかろうかと思います。3人娘にはいろいろあるんですよ、裏話が。ああ、そうですか。はい、また後ほどしましょう。はい、それではお知らせを挟んで引き続き生中継でお届けしてまいります。生中継で美空ひばりさんの本葬儀の模様を皆様にご覧いただいておりますけれども、今読経が行われております。先ほど雪村泉さんの、はい、お顔が映ってましたが、のデビューするのはもちろんひばりさんが一番早くて、はい、その後千恵美さんで、そして泉さんで、はい、でそれぞれもうワンマンショーのできる人気スターであった、うん、その3人を東宝さんが、それから当時の雑誌の平凡さんがね、はい、力を合わせてなんとか3人顔を合わせよう、はい、で3人が初めて寄ったお互いに相手を意識し合うっていう中から、ライバル意識、はい、ところがやっぱり同じ年頃のお友達としての部分が生まれてきてから、はい、お互いがお互いを観察した中から答えを出したんです、はい、つまりひばりさんは千恵美ちゃんに会って泉ちゃんに会って私にないものはジャズだと、はあ、そして千恵美ちゃんは私にないものはそうだ着物の舞台は今の私にはできない、お嬢はできる、うん、そこで千恵美さんはお父さんの関係から柳家幹松さんに佐野さんの指導を受けて、はい、佐野さんをレパートリーに入れ、うん、そういう二人をこうじっと見ながら泉ちゃんは、うん、私はジャズ一本やりでいくんだ、はい、ジャズを深く深く突っ込んでいくんだということで、うん、ポピュラーばっかり歌ってたのからスタンダードを歌うようになり、はい、黒人霊歌の方までどんどん深く行こうという、そういうお互いの友情の合間に切磋琢磨していった、はい、そういう中だけに泉さんの悲しみは余計だと思いますね。そうですね、まあ、若いファンの方たちの中には、はい、ひばりさんというと、まあ、演歌ですとか歌謡曲というイメージがありますが、先ほどおっしゃったジャズ、そうなんです、それでこれが生半可の勉強じゃないんです、今ねひばりさんのレコードを改めて向こうのものを歌ったアルバムがあります、はい、聞いていただいたら分かりますが、英語の発音を皆さん褒めます。素晴らしいんですよね。私もそう、あなたおできになるからね、はい、本当にやはりでしょ、音楽の音といいますか、音に対して大変敏感でらっしゃるというのがよくわかりますね。それと同時にやっぱりね、きっちり時間をかけてねレッスンしたっていうことでしょう、そうでしょうね、勉強なすったということだと思いますね、森進一さん、そして森雅子さんご夫妻ですね。森進一さんはね、一本だけひばりさんと映画共演してるんですよ。はあ、それは花と涙と炎、昭和45年ですか。ああ、もう20年も前のことですね、はい、それでね、森さんをとてもひばりさん可愛がりましてね、歌謡番組年末年始の特番なんかで出会ったりしますとね、森くんがよく言われてたのはね、こんなおませな歌えて知らないわね、はい、つまり女心もねそんなに体験してない年なのに、女心のそれこそどぎついまでの燃えるような
上演みたいなものまで歌ってくる、こんなおませな歌いで知らないわ、森進一さんにはよくそれを言ってましたね。あ、そして雅子さん今や奥さん同伴ですね。お子さんのね、お母様になりましたけれども、やはり引退されるときは相当美空ひばりさんもショックでらしたようですね。の私の後継者は雅子よっていうふうに、はっきり割とそういうことは口にされないひばりさんでしたがね、はい、雅子さんの時ははっきりそれを言ってましたね。で、随分自分で愛用してきたものも雅子さんにプレゼントした現場に僕 2,3 回いますね。あ、そうですか、はい。そういう意味では本当にご夫妻ね、お幸せになって、そうです、ひばりさんのお気持ちに応えなきゃならないということですね。それが何よりのご供養になると思います。郷ひろみさんの姿も見えますね。後ろが郷ひろみさん、前が里見光太郎さんですね。里見さんも東映でたくさん共演してるんです。東映でいうとね、金之助さん、千代之助さん、橋蔵さんの後が里見光太郎さんということになりますかね、はい。それでも33年ですよ。ひばり捕物帳からね、お染久松をやってるんです、ひばりさんと。これは今で言えばミュージカルって言っていいでしょうかね。以後の里見さんも歌を元は歌ってらっしゃったんですね。そんなに歌うこと大好きな人いません。そうですか。ひばりさんの歌もたくさん歌える方ですね。まあ、今や時代劇の顔となられてらっしゃいますけどね。後ろに岸本佳代子さんの顔も見えます。岸本佳代子さん、なんでもズバッズバッとものを言う彼女を愛したようですね、ひばりさんは。もしかしたらどこか共通な部分があったのかもしれませんね。さっきの三雲さんじゃありませんけど、郷ひろみさんもひばりさんの英語の歌に大変びっくりされたそうですよ。ああ、そうですか。彼もほら今生活の中に、そうですね、ニューヨークと半々で暮らしてらっしゃいますからね、はいはいはい、あ、隣に、あ、奥様ですね。奥様ですね。山城慎吾さんはよくお宅でひばりさんと飲みながら映画解説、映画談義をなさったようですね。お隣にはあの北尾路欣也さんがいらっしゃいますね。欣也さんですね。そうですね、欣也さんはあれですよ、お父様の歌右衛門さんも何本もひばりさんとはご一緒してますから、親子二代ですね。そうですね。先場所優勝されました横綱千代の富士、ね。スポーツをあんまり自分でなすってるようなところはひばりさん絵には残っていないんですけれども、見たりということには大変興味を何にでも示す方で、例えばプロ野球だともう金谷ですよね、お兄ちゃん金谷。相撲界にも長い間、それこそかつては力道山さんからプロレスに転向されてからもスポーツ界との付き合いも深いですね。あの、実際スポーツはなさらなくても、その踊りをとか拝見してますと大変運動神経の優れた方だったっていうふうに思いますね。でしょうね。覚えの速さに共演者がびっくりなさいますもんね。はい、森光子さんです。晩年のお母さんという存在だったんじゃないでしょうか。森さんは特にあのひばりさんが君江さん、お母さんを亡くされてから、どうも私の中にお母さんをダブらせているらしいということを再三漏らしとられました。大監督、ジャイアンツの人脈は全て金田さんが紹介し広がっていったものですね。諸君、我が社で
では美空ひばりさんの本葬儀の模様を生中継で皆さんにご覧いただいていますが、先ほどご紹介した参列されている方々のお顔の中に、まあ、本当に年齢差がいろいろあるんですが、中には北大路欣也さんのように親子2代にわたってというふうになりますと、はい、それだけ長い間ひばりさんっていう方は大スターでらしたということですね。それを裏付けるものが、はい、ひばりさんが出演した劇場へはもうどこもかしこも連続出演という記録が目白押しなんですね、はい、ということはひばりさんが登場すれば必ず1ヶ月間大入り満員で興行大成功ということの連続であった、それが証ですね。ですから今日も映画関係者演劇関係者がずっと詰めていらっしゃいますが、例えば浅草の国際劇場ですと、はい、昭和27年から41年までお正月第2週は1年もかけてないんです。すごいことですよ。それから新宿のコマスタジアムですと、昭和39年の6月から40周年記念公演の61年の11月まで23年連続出演、中には2ヶ月公演もあったという。公演した月数が39ヶ月、1000トンで48日、舞台の回数1815回、コマ劇場だけでこれです、新宿の。そうですね。これから参列者のお別れの言葉に移るわけですね。今画面はご子息の和也さんと妹さんの節子さんでございます。これより弔辞を頂戴いたします。葬儀委員長、日本コロンビア株式会社代表取締役社長、望月和夫殿。コロンビア大行進が年に1回